はい、皆さんこんばんは。私はホワイトベースの二宮翔平と言います。はい、初心者向け、とはいうものでですね、知ってそうで知らないようなことをですね、ちょこっとずつこう動画でやっていこうかなというふうに思ってます。当店ではですね、 SR をしょっちゅう扱っております。別に SR でのカスタムで有名な店等ではないんですけども、ちょこちょことした知識をやっていこうかなと思ってます。まずシートの外し方ですね。シートの外し方知らない人結構います。はい、SR のシートはまずですね、このメインのキーをこう取ってもらって、でこの辺にある鍵穴にこう刺してもらってですね、キュッて回すとですね、別に開かないんです。関係ないんです。こっちはですね、ヘルメットのロックがついてるだけなんですね。だから鍵ではないです。 SR のシートはボルトで止まってます。ボルトで止まっているケース、そういう場合こういうです。でここです。これカスタムだろうが何だろうがみんなここにで止まってます。はい、これですね。見えますか？暗いけどライト当てようか。はい、これですね。これで止まってるんですね。はい、でこれが六角になってたり、特殊な緩み止めのついているものだったりとかしますけども、これと反対側の1本ずつで止まってるにすぎません。はい、じゃあこれ緩めてみましょうか。よいしょ。普通のボルトなんで、ちょっと緩めればこうやって手で抜けます。でこのボルト自体はちょっと特殊なボルトが入ってるんですね。どういうものか、先端が尖ってます。はい、こういう特殊なボルトが入ってて、ここがネジ切ってあって、ここがネジ切ってないというのも入ってますね。はい、反対側、反対も同じように回していくと抜けますと。はい、で2本取れましたと。はい、これだけで、シートをちょっと持ち上げて後ろに引っ張れば取れるわけですね。はい、でここの2個の爪がここに入ります。それとこのボルトの穴、これですね。これだけでシートは止まってます。で時々中古車になってくるとですね、この受け側のボルト穴、これがむしれ取れていたりとかですね、これが折れてたり、あとこっちのブッシュがなかったりとかっていうのがあります。ただこの部品にしてもこれにしても高い部品じゃないです。これ1個2000円ぐらいするのかな、なんですけども、まあ、下手ってきたら変えてやればいいんじゃないかなというわけですね。シートを外すに、シートを外してですね、こうやって持ってると、こうやってポタ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 水が垂れてくる場合があります。まあ、雨ざらしでやってると、こう縫い目から水が入っちゃう時もありますので、たまに外してこう立てておいて、水全部出すのも、いい手段だと思いますので、はい。で、中開けるとですね、パンみたいなのが入ってます。はい。貴様は今までに食べたパンの枚数を覚えているというのか。はい、やめましょうかね、ジョジョネタはね。はい、というわけで動画が短いんで何か言わないとっていう。であとコツなんですけど、こうやって外したボルトはですね、取り外したところにこうやって入れときましょう、ね、こうするとこれどこについてたやつだっけっていうのがなくなります。これ置いとけばですね、普通にここにつけるボルトはここに入ってるなというのが分かりますので、はい、以上シートの外し方でした。